とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、デイリークエストでアーティファクトをゲットしに行きましょう。ここなんだよな。まあ、HP20% 増加するからいいのかな。弱体化だけども、今回使うのは、このエレメントのカバンのビルドなんで、まあ、弱体化は問題ないと思います。うん。で、なんでデイリークエスト行くかっていうと、デイリーの報酬でアーティファクトが出るところ、あるじゃない？俺、あそこ最近ずっとやってて、このエレメントのカバンのパワーが253以上。うん。それをね、狙ってます。デイリーからは出るのよ。255のエレメントのカバンだったら、おそらく、ダメージがね、700万近く出ると思うのよ。そうすると、めちゃくちゃ強くなるんで、頑張って、ゲットしてみたいと思います。行くぞー。いや、ここ来るのもなんか久しぶりだな。この装備の時はね、ちょっと足が遅くなるんで、あんまり好きじゃないんだよな。おい！まあ、HP20% アップしてるから、若干の攻撃は耐えれる。でもまあ、でも若干だからね。あ、ここ勇者出るんだ。いいね。まあ、英雄のね、ポーションバリアまあ持ってるんだけど、それじゃなんかちょっと物足りないんだよな。うん、やっぱもうちょっと厳選した、ポーションバリア、ポーションバリア、違うな、リフレッシュが効くようなやつを取りたいんだ。え、あれ下になんか行くとこあるでしょ。あ、鍵下で見つけてこなきゃいけないこれ。あ、違うよね。ちょっと待て、お前はちょっと怖い。怖い。全然出ない。なんでだよ。なんでだ。雷出て、もっと。ああ、きつい。よし、オッケー。取る？もう取っとけ。え、プレイヤーのダメージは減少。あ、でも、大丈夫ね。アーティファクトのダメージには関係なさそうなんで、いいでしょう。うわ、きつい。おい。お前、本当に強いな。勘弁してよ。よし、いけ。え、雷、あ、これ、ダメージ自体変わってるわ。これは、辛い。もう、取っとけ、もう。うわぁ、ボムのダメージが 20% アップ。これは、意味がなくなった。いいところの意味が。ん？ああ、これ、ここか。いやー、これ、なんか今回、クリア厳しいような気がしてきた。これはやばいでしょう。まあまあ、行けるところまで行こう。やばい、きつい！なあ、行けるか！ダメージがやっぱね、減ったっていうのだいぶきつい。だいぶきついぞ。あー、落ちちゃった。もうおー、だいぶこんなにきつくなるか。やばいなこれ。でももうそろそろクリアかもしんない。いや、半分以上は来た。半分以上は来てるから、もう一踏ん張りすればいけそうなんだよね。矢もね、結構出てきてくれたから、矢が枯渇する心配はなくなったかな。いや、まだ若干足りないかもしれないけど、だいぶマシになった。よし、オッケーオッケーオッケー。いいぞ。あ、やばい。ちょっと待て。いやいやいや、変更とかついとくな。やーべ。いや、もうなんか、後になるにつれて、だいぶきつくなってきたぞ。いや、ちょっと待て。キャプテンおるんかい。もうこの際だ。もう全部取れ。もう全部取っていいよ。どっちだ？こっち
か。もうこの線を全部取っていっちゃおう。うわあ、きつい。もう冗談みたいにきついよ。いやあ、ドラ。よし。いけ。うわ。ごめん。ダメージ減少がなければもう倒してるんだけどね。なんだ。わからん。もういっぱいつきすぎてよくわからん。なんでも来いだ。え、冬、あ、ボスか。でも、うん、イリュージョナーだったよな。だったよね。そんな大したボスじゃなかった気がするんだけど、あ、違う。これまだ、最後じゃないでしょ。あ、いや、クリアだ。クリアだ、クリアだ。オッケーオッケー。最後気合い入れていこう。あ、いや、ボスだった。そうか、そうか、そうか。レイスの王様みたいなのがいるんだ。これ、いけるか。いや、いける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 。これ、余裕でしょ。あ、いや、余裕じゃない。全然余裕じゃない。結構辛いかも、これ。あ、まあまあ、そうか。このシューティングゲームみたいになるんだった、これ。あ、きつい。いや、きついかも、これ。回復ができるのが結構きつい。あ、いいね、いいね。いい、いいよ、いいよ。あと半分、あと半分。よし。よし。でやー。うーん。よし。雷、もうちょっと出て。よし、よしよしよし。シューティングゲームみたいな、この、バーって出てくるやつがなければ、大概いけるわ。あ、オッケー、チャン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 。いける。おっしゃ、倒した。お、ハープクロス出たな。やった。そうか、ここボスいたんだ。クリアです。やった。それでは頼むよ、エレメントのカバン来てくれ。エレメント、エレメント、氷の杖か。氷の杖255だから今持ってるやつでは最強のやつだね。いやいや、やっぱ全然攻撃力違うよ。うん、420万と280万、この差だよ。ハープいらないな。まあ、古代人のお供え物に使いましょう。はい、ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。